ただいま、ご紹介いただきました、国立遺伝学研究所の城石でございます。聞こえますか？大丈夫、後ろの方も聞こえますか？大丈夫ですか？それで、一般公開は毎年やってるんですけども、そこで遺伝研がやっている研究のご紹介をさせていただいてるんですけども、今日は私に番が回ってきたんですけども、一つにはですね、私来年の春、退官でありまして、定年で退官なんですね。で、実は、65歳のなった年の次の春が定年なんですけども、というと、年がバレてしまうんですが、来年の春、こと、来月かな、来月65歳になりまして、であとその後ずっと来年の春まで、ここで仕事をして、来年の春退官というのが今、そういう状況です。で、そういうこともあって、おそらく、最後だから何か話してくれということで、今日は番が回ってきたのかなというふうに思います。で、今日お話したいことはですね、ここにタイトルにありますように、日本産マウス、かっこしてパンダマウスですけども、の遥かな旅路ということで、このマウスはですね、 JF1 スラッシュ MS 系統という名前なんですけども、これ略です。略でありまして、フルネームはですね、ジャパニーズファンシーマウスナンバーワンというのが正式な で、ただしこの名前よりもパンダマウスの方がもう有名で、昨日たまたまGoogle をちょっと検索しておりましたらですね、なんと300万ヒットぐらいあるんですね。で、多分オリジナル遺伝研だと思うんですけども、遺伝研から、いろんなルートでちょっとそれが出回っておりましてですね、あちこちで皆さんこれを買われてる人もいるようなんですけども、後でちょっとひょっとして質問があるかと思って、最初から言っておきますと、遺伝研からはこれ研究用には出してるんですけども、ペット用には出しておりません。これはいくら欲しいと言われても残念ながらお出しすることはできないということです。で、このパンダマウスですけども、このパンダマウス遺伝研で作ってきたんですけども、このパンダマウスの実はご先祖様ですね、ご先祖様がかなり数奇な運命をたどっておりまして、今日のお話はですね、遺伝研でこのパンダマウスができた後、これがどういうふうに使われたかというよりは、むしろその遺伝研でそのパンダマウスができる前、歴史の話をしたいと思います。ですので、サイエンスの話もちょっと出てきますけども、メインは歴史の話ですね、今日は。それから全般はむしろ、サイエンスという科学の話よりは美術の話をしたいと思います。で、私は実は科学者になるよりは美術史家っていうか、絵を描きたかったんですが、ある時才能がないということが分かりましてですね、これは芸術家よりは科学かなということで、そういう今の道をたどったというのがあります。で、ということで話を始めたいと思いますけれども、ですね、これはスライド、実は日本分子生物学会というマンモス学会がありまして、これは生物系の学会では日本で一番大きな学会で、そうですね、ですね、1万人ぐらいの参加者があるという非常に大きな学会です。で、今年はこれは東京医科歯科大学の石野先生って方が年会長で、私の古くからの知り合いなんですけども、その石野先生がですね、ポスターを作ったわけですけども、そこにこういう絵を使ったわけですね。で、テーマは日本からオリジナリティを発信しようということです。で、もともとこのポスターのここに書かれている絵はですね、オリジンはこの左側のこれですね、クロード・モネという、皆さんご存知ですかね、印象派の元祖ですね、印象派を作った方です。このモネが描いたラ・ジャポネーゼっていう有名な絵がありまして、で、この絵を一部切り取ったものですね。で、これはどういう意味かというと、日本の女性、ラ・ジャポネーゼっていうのはフランス語で、私全然フランス語ダメなんですが、日本の女性、日本の娘さんっていう意味です。で、パッと見るとですね、金髪でどう見ても日本の娘さんじゃないんですね。で、これ実はですね、これモネの奥さんです。カミーユさんっていう方で、その奥さんに日本の着物を着せて、それを描いたのが、この絵なんですね。で、それを、使ったのがこのポスターです。で、石野先生はすごくいいことを書いておりまして、で、浮世絵が印象派以降の画家に非常に大きな影響を与えたと。で、科学界でも日本の発生力を生かした仕事を世界に向けて発信しようと、それが重要だ、価値があるということを言ってるわけです。非常にかっこいいことを書いております。で、今日の全般の話はですね、
19世紀の中半から後半にかけて、日本からいろんな浮世絵とか工芸品とか、それからそれだけじゃなくて、いろんなものが日本からヨーロッパに渡ってるんですね。で、そのことが実はパンダマウスを作るのに非常に大きな意味を持っているということをお話したいと思います。で、キーワードはですね、ジャポニスムです。これフランス語でこういうふうに書きます。で、これは19世紀後半にヨーロッパで流行した日本趣味のことなんですけども、何がきっかけでそんなことが起こってきたかということなんですが、19世紀ですね、例えば1867年とか78年、これパリで万国博覧会が開かれました。で、日本はその時、日本の、これは幕府ですね、それと、薩摩藩がですね、独立にいろんなものを出品しています。それから、ロンドンでも博覧会があり、それで、日本の美術、浮世絵、それから琳派というのは、いわゆる尾形光琳をはじめとする日本の絵画の一つの流れですけども、そういう芸術品、それから工芸品ですね、そういったものが出品されて、西洋の、いろんな作家にものすごく大きな影響を与えたわけです。で、これはパリのその万博博覧会、1878年の万博の博覧会の日本のパビリオンの、絵です。で、ここを見るとですね、ジャポーンって書いてありますね。で、19世紀中頃、西洋の美術では何が起こったかというと、キュールベという人がいて、この人はすごい写実的な絵を描いた人なんですけども、そういう写実主義が、定着したんですね。で、その後、しかし印象派が起こって、いわゆる近代絵画が起こるんですけども、その時にこの日本から行った美術品がものすごく大きな影響を与えています。で、本当かということなんですが、いくつかの証拠をお見せしたいと思います。で、皆さん、ゴッホっていう画家知ってますかね？知ってますよね。で、これはオランダ生まれで、35歳ですかね、37歳かな、でもう夭折してしまった天才画家ですね。生きてる時にはほとんど全くといいほど絵が売れなかった。で、実はゴッホは浮世絵のコレクターだったんですね。ゴッホは実は500万円ぐらい日本の浮世絵を持っていました。で、模写して、で、さらには肖像画の中にそれを描きこ日本の浮世絵を描き込んだりもしています。で、後半ですね、フランスのアルルというところに移って、ゴッホは非常に優れた絵を描くんですけども、実際にその平坦でですね、非常にこうのぺっとした感じで、で、色も非常に原色に近い色を使ったような画風になるんですけども、それは浮世絵の影響だというふうに言われています。で、これ一番左側はですね、パリで彼が描いた絵ですけども、「タンギー爺さん」っていう、そういうタイトルの絵なんですが、これは実はパリの画材屋さんの親父さんです。で、タンギー爺さんって非常に立派な人で、パリにすごい貧乏絵描きがたくさんいたわけで、その人たちを支えたんですね、パトロンとして。で、当然画材買う時はお金貧乏だからみんなお金ないわけですね。その時にお金の代わりに絵を引き取ったと、そういう有名な逸話があります。で、ゴッホもパリ時代がありまして、そこで印象派と遭遇するんですけども、このタンギー爺さんには相当お世話になってるんだろうと思います。で、ここから浮世絵の関係なんですが、これは歌川広重です。歌川広重の「名所江戸百景」の中の大橋あたけの夕立という有名な絵で、これは下にここにかかる裏この川は隅田川ですね。隅田川に大橋という大きな橋がかかっていて、ここに夕立、雨です。で、ゴッホはこの絵を見て非常にショックを受けたんですね。というのは、多分ヨーロッパ絵画で雨を表現した絵っていうのはその当時までほとんどないんですね。で、皆さんちょっとこういろんなヨーロッパ絵画があると思うんですけども、雨を描いたような風景画ってあったかなと思うとほとんどないんですよね。で、多分ゴッホはそれにショックを受けて模写しています。ほとんど一緒です。色とかちょっと多少違いますけども、かなり似ています。当たり前です、模写したわけですから。「日本趣味雨の大橋」っていうタイトルになっています。で、そこから「雨の麦畑」というゴッホの有名な絵が出てくるんですけども、これは雨を多分表現したヨーロッパ絵画の中で非常に珍しい絵だと思います。でも本当に立派な雨で、何て言うんですかね、もう本当に生き生きとした雨が表現されています。で、ゴッホは非常に日本の絵画についてですね、いいことを言っておりまして、日本の絵画は因習にとらわれた教育や仕事から僕たちを解き放ち、
自然へと回帰させてくれる。これはあの弟テオに書いた手紙なんですけども、弟のテオはあの終生ですね、彼自身もあの短い人生だったんですけども、ゴッホを支えたそういう立派な弟なんですけども、その弟に書いた手紙にこういうことを書いています。で、それだけじゃなくてですね、浮世絵いろんな影響を与えてまして、ほとんどこれ美術の時間になってますね。あの日曜美術館っていう番組があの NHK であります。今日は日曜じゃないの、土曜美術館みたいな感じ、まあ、あのもうちょっとお付き合いください。あの、これはですね、構図でもあの日本の絵が影響を与えましたよっていう話なんですが、左側は、今度は葛飾北斎です。葛飾北斎はあの私はもうほとんど天才だと思ってるんですが、その富岳三十六景、春秋片倉お茶園の富士というタイトルがついています。で、この、 あの春秋片倉、当然あの静岡県ですね、駿河の国です。でどうも富士市じゃないか、富士市のどっかじゃないかっていうふうに言われてるんですが、まあ、それはさておきですね、遠景に富士山、中景にお茶畑があって、近景に木があると。で、このよく似た構図がですね、セザンヌ、これはあの有名なあのヨーロッパの当然画家ですけども、セザンヌっていうのはあの私は実はものすごく好きな画家で、この人はあの近代絵画の父と言っていい人だと思います。あのヨーロッパ絵画のですね。で、直接あの葛飾北斎のことはあまり言ってないんですが、彼のサント・ヴィクトワール・サンという絵画がありまして、実はこれ、まあ、そのうちの一枚なんですけども、彼はここに見えているのがちょうど富士山にあたるこの山がサント・ヴィクトワール・サンという山なんですけども、あの南フランスのちっちゃな山です。高さも1000メートルぐらいしかあります。です、全体が石灰岩でできた山なんですけども、これを遠景に置いて、あと中景にいろんな、まあ、丘を描いて、近景に木を描いている。構図的には非常によく似ています。でそれだけじゃなくて、セザンヌはこの絵をですね、44枚ぐらい描いてるんですね、油絵で。でまさにこれはセザンヌの富岳三十六景なんですね、僕に言わせれば。ですので単に構図が似てるだけじゃなくて、同じその山を描いて、でいろんな角度を変えて描いた。あの葛飾北斎も実際にはこれ、葛飾北斎は46枚ぐらい描いてるんです、富岳三十六ですから、富岳46景なんですけども、あのこの、あの日本のまさにその葛飾北斎の絵と似た同じような連作を、まあ、このセザンヌも描いているということで、多分そこはかなり意識してるんじゃないかというふうに思います。それからこっち下はモネです。あの先ほどあのラ・ジャポネーズ展をお見せしましたけども、富岳三十六景の東海道保土ヶ谷、これはあのいわゆる今の保土ヶ谷、字が違ってますけども、それの絵なんですが、これとあのモネはですね、モネもあの、あのこの、葛飾北斎 の、 あの、富岳三十六景を相当集めていました。 ですので、まあ、非常によく似たあの構図の絵を、まあ、このポプラ並木ですけども、それを描いているわけです。でこのようにですね、あの当時ヨーロッパの人たちに日本 の、 あの絵画、あるいは日本から行ったいろんな工芸品というのはすごい大きい影響を受けていて、それは単純に一時的な流行とか言うんじゃなくて、彼らの絵画の歴史の中でのそれを変えるような非常に大きなインパクトを与えたわけです。ところがですね、面白いのは、ジャポニスムというのは単に浮世絵や工芸品だけではなかったということです。で、例えば植物ですね、これはあのアジサイとそれからボタンをここに写真に載せていますけども、このアジサイは、塚原神殿ですから、この近くですね、その辺 の、 あの箱根行く途中のそこのアジサイです。小堀さんという人がなんか面倒見てるらしいんですけども、それからボタンはこれは福島県の須賀川ですけども、こういうものもヨーロッパに当時日本から渡ってます。でこれ以外に動物も、実はオオサンショウウオとかマウスも当時渡ってるという、そういうあの書物に書かれています。でネズミの絵、直接ここにお見せできないんですけども、ちょっとまたあの、掛け軸、葛飾北斎の掛け軸をお見せしたいと思います。葛飾北斎は生まれが1760年で、1849年、結構長生きなんですよね。で、あのこの掛け軸は実はあのワシントン DC アメリカですね、のスミソニアンフリア美術館というところ、これはあの、国会議場キャピタルですね、あの、ワシントンにあるあのキャピタルの近くにある美術館なんですけども、そこにこういうネズミの絵が描かれています。ですので、まあ、日本人よくこの辺、この江戸時代にですね、こんないろんな毛色の変わったネズミを飼ってたということが分かりますし、それから次の絵、これは
川辺暁斎という、これは浮世絵師なんですけども、江戸末期から明治にかけて活躍した有名な浮世絵師で、彼も実は天才です。で、あまり聞いたことないと思うんですけど、川辺暁斎という浮世絵師は。でこの方は今世界的に名前がどんどん何て言うんですかね、有名になっておりまして、書道室のネズミということで、これは目が赤くて白い毛色変異ですね、そういうネズミ描いてます。こちらは多分野生型だと思うんですけども、で毛色変異のネズミがお利口で書道で勉強していると。で実際は多分ですね、これこちらともミュータントなのでこっちの方が賢いはずなんですが、だから描き方はちょっと逆なんですけど、まあ、いずれにしてもこういう絵もありまして、実際には多分ネズミもおそらく、ヨーロッパとかアメリカに渡ってたんだろうなということが、まあ、考えられるわけです。でここから本題、ちょっと少し真面目になります。で、寝ないでください今までちょっとお話したですね、その日本の絵画あるいは動物植物といったようなものが19世紀ですから、ちょうど、江戸幕府が終わるか、あるいは明治政府が立ち上がると、そのぐらいの時に日本から大量にいいものが、美しいものがですね、ヨーロッパとかアメリカに渡ったんですよということをベースに、ちょっとこれからのサイエンスの話を聞いてほしいと思います。ここからは、科学の話です。ただもう一回戻りますけども、ですね、これはネイチャーという有名な科学雑誌があるんですけども、イギリスが出している科学雑誌なんですけども、そこに2002年にですね、マウスの、実験用のマウスたくさんあるんですけども、その中の基準系統の C57BL6J という名前の系統、これ系統の名前です。この、ゲノムが解読されましたという論文が出ました。でこれは人に次いで哺乳動物では2番目です。でこれを系統、今現在は基準系統として世界中の研究者使ってるんですけども、この基準系統を使って、マウスには約2万個ぐらいの遺伝子があるんですけども、その遺伝子を一つ一つ全部潰して壊した時にどういう症状が出るかっていうのを調べようというような、そういう国際プロジェクトが今進行中です。で、まあ、そういう有名な系統、ちょっとこの別に覚える必要はないんですけども、 C57BL/6J というこういう系統が基準で今研究が進んでますということだけちょっと頭に入れていただきたいと思います。でマウスの染色体とゲノムの大きさのことをちょっと触れますと、マウスには実マウスは1匹のネズミは40本の染色体を持ってるんですけど、これは染色体を染めた絵ですけども、それを模式的に描いたのがこちらです。で40本あるうち20本は父親から、残りの20本は母親から来てるんですけども、XY というのが性染色体で、XX を持つとメスになり、XY を持つと、オスになるというわけです。でこれ染色体をずっと紐解いていきますと、どん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 伸びてきて、で最終的にはDNA になるわけですね。DNA というのは、日本差でありまして、ここ2本書いてありますけども、TATGC という、まあ、化学物質、まあ、私たちは塩基と呼んでますけども、そういう化学物質がつながってできている、そういう長い分子なわけです。でどのぐらい大きいかというとですね、2.5×10⁹ ですから25億こういう粒がですね、 ATGC という粒が25億ぐらいつながっているもので、これ両親から来たゲノムを全部引き伸ばすと実は2メーターぐらいになるんです。2メーター、短いじゃないかと思われるかもしれませんが、一つの粒はものすごく小さいので、それが2メーターもあるってことは実は驚くべき数長さです。で先ほど今実験用の基準系統のマウスが2002年、今から15年ぐらい前に解読されたゲノムが全部分かりました、 ATGC の並びが分かりましたって話をしたんですけども、そういう実験用のマウス系統がじゃあどうやってできたのかということを、まあ、見てみようと思うわけです。でこれは歴史の話です。でこれは実は家系図ですね、ネズミの家系図です。で時間は上から下に流れています。でここに先ほど今お話ししました C57BL6 というのが出ていますけど、これが今まさに基準系統として世界中で使われているんですけども、それ以外にも基準系統というのはたくさんありまして、実際には400ぐらいマウスは基準系統が知られています。でじゃあそういったものがどこでできてきたのかということをずっと上にたどっていきますと、ボストン近郊にグランビーという場所があって、そこにここにラースロップって多分書いてあると思うんですが、これは女性、実は高校の先生なんですね。高校の先生が自分の家の納屋でペットのネズミを飼い始めてたんです。で、もともとは趣味で。
ところがですね、このボストンの近郊にはですね、ハーバード大学があるんです。ハーバード大学には医学部があって、そこではいろんながんの研究をやっていて、いろんな先生がモデル動物を欲しがってたわけです。で、そのハーバードの先生方に、このラース・ロップスさんは女性の先生なんですけど、女子校ではないですね、高校の女性の先生だったんですけども、ネズミを、自分の納屋で育ったネズミをあげてたんです。それが実はマウスの実験用マウスの、がどうやってできてきたかという、その歴史なんです。で、そこから、50年ぐらいかけていろいろネズミができてきたんですけども、1900年から1950年代に多くの実験用のマウスはアメリカ、このボストン近郊で樹立されました。で、現在世界中の生物あるいは医学の研究で使われているんですけども、面白いのはですね、このボストンの上流をさらにたどっていくとですね、ここにイングリッシュファンシアって書いてあって、さらにそこをその前にですね、ジャパニーズファンシア、これ訳すと日本のマウス愛好家です。で、その先にはチャイナって書いてあります。つまり、おそらくに実験をマウスの起源というのは中国が大元で、で、日本を経由してそこからそれがアメリカに渡って、ヨーロッパあるいはヨーロッパに渡って、そこからできてきたんだというのがこれまでの通説だったわけです。で、そういうことが、言われたにはそれなりに理由がありまして、これは日本にはですね、先ほど浮世絵見せましたけども、実は江戸時代の1787年に沈岩素育て草、珍しいおもちゃ、ペットのネズミを育てる方法という本がですね、出版されてるんです。これ大阪で出版されてるんです。これはですね、驚くべきことです。当時こういういろんな動物の変わり種の、これ一種のネズミのカタログなんですけど、こういったものが世界レベルで出版されたっていう例はほとんどありません。つまり、これはまさにもう科学の始まりですね。それが日本で、それも江戸時代にもうできていたということです。これ中身見ますと、まさにこの女の人が、男の人ですか ちょっと分かりませんが、手のひらの上にネズミを飼っていますけども、ここにいろんな種類のネズミの、例えばマメムシですとかメアカのシロとかですね、これちょっと見ると、我々専門家が見るとどういうマウスのミュータントだかっていうのはすぐイメージできます。そういうネズミのカタログが江戸時代に出されていたわけです。で、こういうことが実はヨーロッパとかアメリカの研究者も知っていて、日本がその始まりじゃないかと、実験を回すの始まりは日本じゃないか、あるいはその先はひょっとしたら中国かもしれないというようなことを考えて、そう妄想していたわけです。で、ここからがクエスチョンなんですが、本当にじゃあ世界中の科学者が使っている実験を回すは、日本産回す経由なのだろうかという、そういうことになるわけです。で、この問いは実は私が最初に発したのではなくて、私の恩師の森脇和夫先生、森脇和夫先生は遺伝研、国立遺伝学研究所の元副所長で教授をされた方なんですけども、残念ながら4年半ほど前に亡くなられました。で、森脇先生は世界中の野生マウスを採集して、国立遺伝学研究所でたくさんのマズネズミの系統を樹立しました。それから、ネズミのですね、これ亜種っていうんですけども、私たち種というふうに、生物の種というふうに呼びますけども、それは一つの、グループなわけですけども、その下の分類群の、遺伝解析を行って、それで、新しい実験マウスから系統をたくさん樹立されたっていう方です。で、ここに写真が載っていますけども、森脇先生、これ飼育室で撮った写真ですけども、右の方に載っているのは実はパンダマウスです。ネズミです。ブローチじゃあります。で、これはある雑誌、専門誌にですね、私が追悼記を書いたんですけども、レガシー・オブ・ドクター・カズオ・モリワキということで、森脇和夫先生の遺産というタイトルで追悼記を書いたことがありました。で、じゃあマウスはどうやってできたのかという、これは野生マウスの話に戻ります。で、これは今、これはもう何万年も前の話ですけども、マウスのオリジンは実は中近東だというふうに言われています。で、これは肥沃な三日月という場所があって、ファータイルクレッセントと英語で言うんですけども、ここにマウスのオリジンがあって、東にこう、それがあるいは東に行ったり、あるいは東南アジアの方に行ったり、それから西ヨーロッパの方に行って、ネズミが少しずつここから分かれていったというふうに考えられています。で、アメリカにはもともとネズミはいないんですね。ミッキーマウスがいるじゃないかと誰かが言うかもしれませんが、ミッキーマウスはもともとアメリカにいたネズミじゃなくて、実は西ヨーロッパから移民です。人間が運んだものなんです。ですので、まさにミッキーマウスっていうのはある意味ではアメリカの象徴ですね。アメリカはまさに移民国家なわけですけども、
ミッキーマウス自体が移民なんですね。移民の子、マウスの移民なんです。ということで、こういうふうなネズミの歴史があるんですけども、森脇先生はですね、世界中から野生マウスを採集し、自ら取りに行ってですね、集めてきて、でいろんなサブグループ、先ほど亜種と言いましたけども、ここにムスクルスっていうのがいい、 西ヨーロッパにはドメスティカスっていうネズミがいい、南の方にはですね、キャスタネスっていう、ちなみに日本のネズミはモロシヌスっていうんですけど、日本のネズミは北のムスクルスと南のキャスタネスの実はハイブリッド、雑種です。これはですね、実はすごく面白い話がありまして、日本人の起源とほとんど一緒だというふうに私たち考えています。日本人の起源も大陸の人間と、いわゆる弥生人と、おそらく南方か、一部北方という話もあるんですけども、南方の縄文人のミックスですね、というようなことがありますけども、ネズミがまさにそうです。でさらになぜかというと簡単で、ネズミは人について動くからです。人間がネズミを連れて運んで日本列島に運んだ、結局日本のネズミもミックスであると、そういうことになります。で、結論を先に言ってしまいます。森脇先生は長年かかって、いろんな国のネズミを調べて結論に達しました。それはですね、今から100万年ぐらい前に、おそらくその先ほど言った中近東で祖先型のネズミが生まれ、そこから100万年かけていろんなサブグループに分かれたと。で、ここに基準的な実験用マスケートってありますけども、世界で使われているネズミというのは、実は日本あるいは中国由来ではなくて、ほとんどはヨーロッパ由来であると。で、一部だけ実は日本のネズミの由来のものがある。それは何かというと、倍染色体、つまり男性を決める、オスを決める染色体だけがなぜか日本産だったということが分かりました。ほとんどはヨーロッパ産で、わずかだけその日本のコントリビューションがあると、そういうことが分かったわけです。で、これはちょっと少し専門的で、ほとんど無視していただいて結構、結論だけちょっと覚えておいてください。実験用マウスの基準系統の常染色体上の遺伝子の多くは西ヨーロッパ由来で、 Y 染色体、つまりオス優性を決める遺伝子を持つ Y 染色体だけは日本のマウス由来ですよということです。で、それはこの証拠がここにあります。日本のマウス、これはGFY というのと SRY という2つの遺伝子を見てるんですけども、この日本のマウスのパターンが こちらが実験用のマウスなんですけども一緒です。ということで、 Y 染色体でと、それから多分常母染色体も一部なんですけど、そこはもうほとんどヨーロッパのネズミ由来だということです。で、実は2007年にアメリカのグループがそういうマウスの、その実験用マウスの構造についていろいろ調べたんですけど、その結果はもうまさに森脇先生が10年ぐらい前に考えられていたことと全く同じでした。つまり、実験用の基準系統というのはいろんなマウスの混ざり合いなんだけども、その中に特に日本のネズミが大きいと。それで、Y 染色体のことは全く触れておりませんけど、つまり森脇先生が言われたことが証明されたわけです。で、ここでまた新たな疑問が湧き上がってきます。西洋のネズミの中に Y 染色体を含めて一部の染色体が、紛れ込んでいると。どうしてそういうことが起こったのかということが次の疑問です。そこで、ここから私たちが今度は代が変わりましてですね、森脇先生から私の方の代に変わりまして、やった仕事なんですけども、森脇先生が作られた MSM 系統とパンダマウス、2つの日本のマウスを、全ゲノム、ゲノムを全て配列を ATGC の配列を決めました。で、MSM っていう系統は実はですね、これ略です、略称です。フルネームは何ていうのという言われるとですね、三島の町で講演するときにはもう非常に大きな声で言うんですけど、これは三島の略です。三島です、 MSM です。で、 MSM というのは実はもうこれはアメリカとかヨーロッパの研究所にも、もう渡っておりまして、世界的にいろんな研究者がこの MSM マウスを使った研究がもう展開されています。ですので三島は非常に素晴らしいものを生んだわけで、はい、ということです。それから JF1 は実はもっと、これが今日の実は主人公なんですね。三島で話していて、三島のマウスの話じゃなくてパンダマウスの話が主人公なんですが、これは非常に面白い歴史を持っていて、今日のメインの話はこちらです。もともとはですね、森脇先生がデンマーク、ヨーロッパで見つけたんですね。1987年です。もう40年ぐらい前に、30年ぐらいですか、30年ぐらい前にヨーロッパで見つけて、で遺伝研に持ち帰って、で遺伝研でこの系統ができたんですけども、
いろいろ調べてみるとまさに日本のネズミです。ですのでこれは日本産マースということで私たち取り扱っているんですけども、そういう2つの系統の、全ゲノムの配列を決めました。ですね、この辺はできればスキップしたいと思うんですが、真面目なサイエンスの話です。つまり細胞の中に核というのがあって、その中に染色体があって、染色体というのは DNA の塊なわけですね。これをほどいてそれをバラバラに断片化します。でそれをですね、人工的な DNA につなぎ替えて、で、増やすんですけども、そういったものをこのシーケンサーで片っ端から ATGC を決めていく。どういうふうに決めるかっていう難しい話は全部スキップです。で、ですね、これが一つの、その一つ配列を決めたってことなんです。ちょっと見えないと思いますが、実はそのこういう断片を同じ場所をですね、何度も何度も呼ぶんですね。それは正確に配列を決めるために何度も何度も呼びます。でいわゆる配列の情報を解析するんですけども、遺伝研にはこういうゲノムの配列の情報解析に非常に長けたそういう研究グループもおりまして、要するにシーケンス、遺伝研にはそういう立派なシーケンスがあるのと、情報解析できるそういうパワーを遺伝研が持っていると、これは世界に誇れることなんですけども、そういうことで、データがだんだんできてきました。で何をやったかということですけども、これは簡単です。つまり先ほど言いましたゲノム、全ゲノム解読が2002年にされたこの C57BL6J というネズミの配列と、日本の三島で作った MSM、 それからパンダマウスの2つの配列を比べるわけですね。比べてどこに違いがあるかっていうのを一つ一つ見ていきます。そうすると当然ながら違いが見つかってきまして、例えばここですね、 ATT、 こちら側は GCA というふうに化学物質、塩基と呼んでいる化学物質 ATGC の並びが違っているわけ、一つずつ違っているわけです。そういうのを1塩基竹、竹って難しい言葉ですが、いわゆる違うということです。それからこの辺見ていきますとですね、基準系統でここが抜けてます。それに対して MSMJF はここがちゃんとつながってます。ここ別に切れてるわけじゃなくて、ここの塩基配列がこちら側ではないということですね。つまりその分短くなってます。逆に言うとこちらは長くなっているということです。つまり挿入とか結出という、そういう違いもありますよという、2種類の違いというのがたくさんあるということが分かってきました。で私たちはそのまさに情報のグループと一緒になりまして、そのこの、C57 ブラックというネズミと三島のネズミ、それからパンダネズミを全部調べて、どのぐらい違いがあるかということを調べたのがこの数です。それからヨーロッパのネズミに関しては、これはイギリスのグループが論文を発表しておりましたので、それと一緒に比較しました。で結論は日本のネズミの方がこのヨーロッパの、C57 ブラック6に対してヨーロッパのネズミよりももっと違いが大きいということです。で、先ほどですね、先ほどからずっと一貫して言っていることは、世界の研究者が、これ医学研究、それから生物学研究で山のようなネズミに使われているんですけども、多くは基準系統が使われています。で最近ですと、しかし MSM とか JF1 という系統もかなり使われ始めているんですけども、基本的にはこの C57 ブラックというのが使われています。でその中に日本由来のゲノムが一部入っているという話をしました。で、じゃあどの部分に日本のゲノムが入っているかということを調べるために、スーパーコンピューターを使ってものすごく難しい計算してですね、たくさん調べたのがこの結果です。青いところ、染色体が1番から19番、そして X 染色体ですね。残念ながらここでは Y 染色体見てません。でこれは遺伝研の、電子計算機となんですけども、その中にスーパーコンピューターが入っています。でこれはいわゆる略してスパコンと呼んでますけども、そのスパコンを使ってガーッとそれを回してですね、ものすごい計算するわけです。そうすると分かったことは、こういうふうに青いそのバックグラウンドの中に緑でポツポツと入ってますね。緑でポツポツ入っているところが実は日本のネズミ由来なんですということが分かりました。つまり、基準系統はほとんどが西ヨーロッパのマウス由来で、これはもともと最初から分かってました。でそこに日本のマウスが入っているんですけども、この緑のところにポツポツと入っているということが分かってきたわけです。で今度はですね、ここからがちょっと少し本題です。緑の場所だけを集めてきて、でそこだけを使って、いろんなマウスの系統でどれとどれが近いかというのを比べてみました。難しい言葉で言うと分子系統樹というふうに呼びます。そうすると非常に面白いことが分かりました。これが基準系統です。基準系統の中に日本のネズミ の, ゲノムの一部が
紛れ込んでるんですけども、そこだけ取り出してきていろんな系統で調べたのがこれです。そうすると C57BL6J に一番近いのがパンダマウスだったんですね。でそれは実は残念ながら MSM 三島で作ったネズミよりも近いんです。それから韓国中国よりも当然近いということで、ここに結論が出てるんですけども、まさにパンダマウスのゲノムが基準系統のどこかで基準系統の祖先ですね、その中に入り込んだということをこのデータは示しています。ちょっとフォローできてますかね。ちょっとここ難しいですね。基準系統って今世界中の人たちが使っているネズミの中に日本のネズミのゲノムが一部入っていると。でそのゲノムがどこ、そのゲノムがじゃあその、一番近いのは何かということで、基準系統のゲノムといろんな系統を比べたらパンダマウスが一番近かったということです。で、じゃあどのぐらい近いかというとですね、パンダマウスともう C57 ブラックシックスは 99.99%、 もうほとんど一緒だということです。つまりパンダマウスのゲノムそのものだということをこれは示しています。どのようにして2つのゲノムが混ざったのかというのが次の疑問です。でここで歴史、もう一度歴史に帰ろうということです。まあ、これまた散々歴史の話もしたんですが、もう一回歴史に帰ろうと。で、ここでオデッセイという話が出てきます。ちょっと水を飲ませてください。オデッセイって聞いたことあります？オデッセイってホンダオデッセイってありますよね、車。あれまさにここから来てます。オデッセイっていうのはホメロスっていうギリシャの、要するに、偉い昔の作家がいて、その人が書いた叙事詩なわけですけども、ギリシャの叙事詩です。その主人公がオデッセイです。これがオデッセイですね。で彼はイタカ島という島の王様だったんですけども、トロイ戦争、これ木馬を使った戦争ですけども、その戦争の後、まあ、いろんな長い旅をして、まあ、生まれ故郷 のイタカ島に戻るんですけども、実際にはものすごいいろんな苦難に満ちた旅があるんですね。でいろんな島に漂着したり、でその実際はオデッセイという言葉は今は波乱万丈の旅の比喩として使われています。具体的に一つ例を挙げますと、2001年宇宙の旅っていう映画、ご覧知ってる人いますかね。あれ非常に有名な映画で、あれの現代はスペースオデッセイです。要するに宇宙の旅なんですね、まさに。それからということで、今これオデッセイって言葉いろんなところで使われるんですけど、もう一つちょっとついでに言いますとですね、この白い着物を着た女性、この人はナウシカです。ナウシカ姫です。この船が難破してですね、やっとの思いである島にたどり着くんですけど、その島、たどり着いた島にいたのがナウシカ姫で、オデッセイとちょっといい関係になりますけども、最後にまたこのオデッセイの話が出てきますけども、歴史の、旅をしたいと思います。メンデルの遺伝の法則です。メンデル遺伝の法則、1866年に最初の論文が出ました。最初というか一つ最後なんですかね、論文が出ました。でこれは彼はもともとメンデルさんというのは今はチェコスロバキア、あ、チェコですね、チェコ共和国のブルーノ、ブルーン、ドイツ語式に読むとブルーノなんですけども、そこの牧師さんでした。でその、教会の畑でエンドウ豆を使った実験をしたわけですけども、そのエンドウ豆を使った、実験で遺伝の法則を見つけるわけですね。でそれはブリューンの自然科学会誌というある意味あんまりパッとしない雑誌ですね、今でいうところの、そういう二流誌みたいなところに、要するに、論文を送ったんです。で、ところがですね、これ今でもよくあるんですけど、論文が進みすぎていた、中身が誰も理解できない、もう40年ぐらいほとんど誰にも見向きもされないで、で多分まあ、少しがっかりしてたんだと思うんですけども、しかし、あ、そうだ、その前にですね、皆さんひょっとしたらこの NHK の放送をご覧になった方いるかもしれませんけども、去年の4月にですね、NHK の放送で、発掘お宝ガレリアという番組があってですね、そこでこれは実はメンデルのまさにこの1866年の論文が遺伝研にあるということが分かりました。これはびっくりです。実際今世界中探しても7つしか残ってないんです。でここにプラン、なんていうんですか、植物のハイブリダイゼーションですね、要するに雑種、植物雑種というタイトルの論文です。あ、先ほどちょっと言い忘れましたけども、これが植物の雑種交配の実験という、そういうタイトルですね。で論文の中見ていきますと、 A+2A+A、Large A、Small A、Large A、Small A、これ1対2対1という、まさに我々普段使っている分離の法則の記述が見えて、おっと思いました。
これが遺伝研にあるっていうのは私たち遺伝研の人たちにとってもまあ誇りです。知らなかったんですけど でそれよりもですね、このエンドマメの論文よりも柳タンポポというこれ失敗、それは実は失敗実験で、その論文がこの論文の上にかぶさってたんですね。で本当の論文を遺伝研の研究者はほとんど知らなかった。これちょっと恥ずべきことです。でも NHK さんありがとうございますということですね。これがなかったら多分気がつかなかったかもしれません。で、なんか話どんどん脱線してますけども、でも40年間誰も見向きもされませんでした、残念ながら。ところが1900年になりまして、3人の遺伝学者がメンデルのこの論文を再発掘します。一人はユーゴ・ド・フリースというオランダの植物あるいは遺伝学者、それからもう一人はドイツの同じく植物遺伝学者でカール・エーリッヒ・コレンス、それからオーストリアの農学者でエーリッヒ・フォン・チェルマクという方です。でそれぞれ違う材料、この人は大松ヨイングサですね、それから二人はエンドウ豆で追試をして、なんとこの、そのまさに遺伝の法則を見つけたわけです。でそれを調べていったら、基本的にはメンデルが40年前にそういう論文を書いていた、全くほとんど一緒です。ですので私たちもですね、研究していて論文を送ってですね、雑誌で発表されます。ほとんどめったにあまり反響ないです。でがっかりするわけですね。でその時の私たちの心の支えはですね、メンデルだって40年間誰にも見向きされなかった、ひょっとしたら死んだら誰か見つけてくれるかもしれないと思うんですけど、多分ほとんどそういう望みは絶たれるんですね、残念ながら。でもメンデルの遺伝の法則は本当に40年間経って認められました。面白いのはここからです。で1900年代にエンドウ豆とかいろんな大松ヨイングサとかで追試がされたんですけども、実はですね、ここがやっぱりヨーロッパの人間すごいなと思うんですけども、動物使った実験も追試もしてるんですね。でそれが、有名な論文なんですけども、これ1902年です。ですから先ほどの植物の論文よりも2年しか遅れてません。それでダルビッシャーっていうイギリスの研究者が論文を書いてるんですけども、これがですね、日本産のブトウマウスと欧州白色マウスの交配実験の結果というタイトルの論文です。でその時に使ったマウスのスケッチがこれなんですけども、これは日本のネズミだといって使ったスケッチです。パンダマウスです。なんと 100年以上前です。それから1926年になりますと、今度はアメリカの研究者が別の論文を書きました。これはなんかどういうタイトルかちょっと読めませんが、で今度はですね、時代が少し下がってますので写真です。見てください、パンダマウスです。なんだパンダだっていうそういうことになるわけです。で、ちょっと時間が下るんですけども、今度は京都帝国大学の徳田水俊さんっていう教授がですね、先ほど今日一番最初にお話しましたチンガンソ育て草という江戸時代に日本人が書いた本をイギリスの雑誌に紹介しました。でその中にここに豆ブチっていうネズミが、ちっちゃいネズミで白黒ブチのネズミがいるんですけど、これおそらくパンダマウスだというふうに私たちは考えています。つまり日本人はパンダマウスを江戸時代1700年ですから、今から300年ですね前からパンダマウスを飼ってたんです。でそのネズミは中国のネズミとも違うし、韓国のネズミとも違う、つまり日本独特のネズミを日本人はおそらく300年とか400年前に飼って維持してカタログを書いて本を作ってたんです。これはもう驚くべきことですね。でここから私たちのシナリオです。どうやってパンダマウスのゲノムがヨーロッパのネズミに入って、それが私たちが今世界中で使っている基準系統のゲノムの中に入り込んだかっていう、そういう、つまりシナリオ、要するにどうやってできてきたかという歴史です。おそらくヨーロッパのネズミの、野生マウスがいて、ヨーロッパに当たり前ですけど、そこからヨーロッパの人たちがペットのマウスを作ったと。おそらく何百年ってかけて作ってるはずです。イギリス人がおそらくやったと思います。イギリス人と日本人で結構似てるんですね、キャラクターが。いろんなものを集めて、で珍しいものを作って品種を改良して。例えば日本人って金魚いますよね、金魚。金魚はもともと中国から来たんです、実はあれは。でところが中国とか韓国にはもう金魚ってほとんどないんですね。で日本人がですね、あれを品種改良していろんなデメキンとかいろんなの作って、で韓国の人にあれを前に知り合いに見せたらびっくりしてました。
で、それと同じようにイギリス人もいろんなの作るんですね、品種を。犬もそうですし。で、まあ、何の話してるか忘れちゃいましたけども、イギリス人はそのペットのマウスを作った。そこに19世紀の、おそらく後半に日本からパンダマウスの祖先が入り込み、そして、交配したと。で、その交配の子孫がアメリカ大陸、特にボストンに移渡って、そこで世界中で今使われている実験用の基準系統ができた。これが私たちのシナリオです。で、100%の証明ではないんですけど、私たちはもう100%のほとんど自信を持っています。これが歴史なんです。マウスのオデッセイがここでまた戻って出てきました。日本産マウス、パンダマウスの祖先の遥かな旅路です。パンダマウスはおそらく19世紀末に日本からヨーロッパに渡った。で、イギリスにそういう古い文献も残ってます。で、重要なのはここからです。オデッセイ、パンダオデッセイはですね、なんと頑張りました。ナウシカ姫と交配してですね、子供を作りました。オデッセイのオスです。オスがナウシカ姫と、交配して雑種を作って、それがアメリカに渡ります。当然オスはパンダマウスですから Y 染色体は日本のネズミです。そして150年経って、森脇先生によってパンダマウスは日本に里帰りしました。150年にわたる長い旅路をマウスオデッセイはパンダマウスはしたということです。で、これで全ゲノム解析をやって、実験用マウスの基準が明らかになったという、これはサイエンスの話ですけども、サイエンスの話よりも私は個人的にはこちらの、旅路の方がすごくインパクトといいますか、思い入れがありましてですね、このことをいろんな人に話したいというふうに思っておりました。分かったこと、今日のメインの、メッセージはですね、世界中の研究者が今生物学医学分野で使用している実験用マウスの起源には、ジャポニスムの時代に日本からヨーロッパに渡った日本のマウス、これパンダマウスですの祖先が関わっていた。つまり日本産マウスは自らオリジナリティを世界に発信していたということです。これはまさに今年の日本分子生物学会のテーマ、日本からオリジナリティを発信しようということなんですけども、実は日本のネズミはそれを先にもうやってましたよということで、石野先生にこれから伝えたいと思います。それから、じゃあ学術の得る貢献はどうなのということなんですけども、ちょっとだけ一つだけお見せしたいと思います。これは JF1 マウス、白黒のブチなんです。これは実は突然変異です。どういう遺伝子の突然変異かというと EDNRB という、これはエンドセリンリセプターという遺伝子なんですけども、この遺伝子が壊れてこの白黒ブチが出ます。実はですね、このネズミは100%ではないんですけども、巨大結腸、これこちらが肛門で、こちらこれ胃袋ですかね、なんですけど、ここが膨れるんですね。一言で言うと便秘症です。つまり運動神経が弱くなって、腸の運動が低下するために便秘になるんです。ひどい便秘になって腸が膨れちゃうんですね。で、この病気は実は人で非常にありまして、結構有名な病気なんですけど、ヒルシュプルング病という病気が知られています。1万人あたり3人ですから、そんなにレアな珍しい病気じゃありません。で、大腸がこういうふうにやはり巨大結腸になってしまう病気で、 JF1 のマウスはおそらくそういうモデルにもなるんだろうというふうに思います。つまり JF1 のゲノムがあちこちに基準系統のゲノムに飛び込んでるんですけど、その中にいろんなミューテーション、突然変異の遺伝子が入ってるんですね。ですので、この巨大結腸症だけじゃなくていろんなそのモデルになるだろうということと、それからゲノムがどこに飛び込んでるかは、基準系統のこちら側、系統の名前なんですけども、系統によって違うんですね。例えばこの辺の系統はここに飛び込んで、これ第6番染色体ですけども、あるいはこっちの系統はこの辺、こっちの系統はこの辺というふうに場所によって違うんです。で、これは何を意味しているかというと、私たちはいろんなたくさんの基準系統を使った遺伝解析をすることによっていろんな表現系、病気の研究とかしてるんですけども、多様性、ダイバーシティをゲノムがパンダマウスのゲノムがあちこちに入り込むことによって多様性を生んでるわけです。その多様性をもとにして私たちは遺伝マウスを使って遺伝学をやってるわけで、学術的にも実はものすごい大きな貢献をしているということが分かります。それで遺伝研はですね、この日本のネズミのいろんなゲノムの配列を解析しまして、シーケンスをして、で、情報解析のグループと一緒になってですね、データを解析して、それをデータベースとして公開して、国内外の研究者を今支援しています。
長い私のお話の旅がもうすぐ終わります。日本様はその遥かな旅ということで、ご清聴どうもありがとうございました。